さあ本日のアンケートですね。アク抜きしらえしていますか A 手間かけてますよちゃんと丁寧にやってる」B「B あんまり手間はかけないね」「ささっとやってるね、まあ、いいんじゃない別にやんなくても」みたいなはい。 えー、メールで参加する方は HIP ROKINAWA.CO.JPHIP ROKINAWA.CO.JP 電話がですね098869-8640はいファックスが098869-2202となっておりますので 今日もですねいつものように1時までは A と B のパーセントがこんなになるんじゃないのかトントントンと言って予想もタッこはしてからに送ってください。見事ピットし観覚の方にはお米券をプレゼントしておりますので T サージに参加するすべての皆さんは住所。 本名電話番号、はい、そして郵便番号をタッコ合わせてからに張り切って参加してみてください誕生日は基本的には自己申告制となっておりますが年上の方は他の人が申告しても OK ですので1時までに番内送ってきてください懸命に誕生日と書いてくださいねはいたくさんの参加お待ちしております さあそれじゃあですねお昼のニュースいってみましょうか世の中どんななってるんでしょうか今日は報道部ニュースセンターから小はいこんにちははいこんにちはよろしくお願いしますはい響きどうもありがとうございました響きさんこれはどうでしょうかね、はい、えと「アク抜き筋取り油抜き」などの料理の下ごしらえをしていますか手手間間かかけけてます B 手間かけますせん あまあ野菜に関してのアク抜きとかは結構ちゃんとやりますね。特にほうれん草なんかやらないとね。ああれなんかすごいことになるみたいね。あの集散がすごいのでやっぱりこう結石が。 できちゃうので、あのなんでしょうね冬なしてこうね、めんどくさがってそのまんま使っちゃう人とかも結構いるって聞くんですけど、本当にやめた方がいいですね。なるほどね。という手間がめんどくさいので、もう小松菜にしてるところが逆にも野菜を買えるというね。そうですね。小松菜最最高だなと思いながらパクパク。あ、そうか響き料理やるんだっけ？あ、やりますね。はい。もういいね。まああの普段からやってたので、実家にいる時も。 あのー、あとはまあごぼうとかもね、はい、あく抜きとかしますよね<ー>軽く水にさらしたり、まあ、お湯に数秒間ねさらしたりとかっていうのはやったりしますけど、うんうん、ただ肉の筋切りとかはやったことないですねねねななんんかか、ね、か柔らかくなったりするんでするでよ確ね。みたいですねでも。うん ある程度の厚さのある肉っていうんですかね、うん、あの、薄いお肉ばっかり食べてたので、<laughs> ある程度、厚さのあるお肉を自分でこう料理したことがないから、まだ筋切りっていうんですか、筋の経験がないだけなのかもしれないんですが、うん、ただ、筋切りってどうやるんだろうって、まちょっとわからないので。なんかまあまあ、柔らかくなったら、ほら、なんか、たまに、なんていうのかな。 ここのののの筋筋肉みたたいのがはいな、は、が、い、るの取ったりすることじゃないのだからこの筋が、うん、このお肉を見た時にあこれ筋だなって多分まだわからないと思いますあ確かに、ね、こればっかりはこう経験を積まないとね,ね一目でわからないっていうのもありますけどこ、うん、れ油抜きって知ってる俺初めて聞いたんだけど油抜きっていうのはあれな何ですかね大きいお肉あの三枚肉とかですかいいやわかんない うん一応三枚肉なんかを料理する時はあの、うん、まあ塊ですね大きいやつはい、はい、なんかはこう鍋で煮てねあの何回か煮て油抜きますけどあれのことですかねえっとですねうん、うん、このまあお題がですね沖縄市の寿子さんからの提案なんですけどはい、はい、昭和20年代のリスナーですっていうことで<ー>すごいね最近若いかっこ30代40代の方の油揚げの味噌汁作りを見る機会があり、うん、気づきました。私らの年代は 油揚げの油抜きは常識ですが若い方3人は3人とも油抜きをしませんでした単純に油揚げの油抜きを知らないのか手間暇かけるのが面倒なのか時間がないからなのかその理由まで分かればいいなと思いメールしました。あー何か この料理番組とかで油揚げをお湯にさらしてるんだったかそれともキッチンペーパーかなんかで拭いてるんだったか何だったか忘れましたけどやってるのを見たような記憶がちらっと今ありますねこれそもそもの,この油揚げの油をもう少し減らすための作業ってことおそらくそうなんじゃないですかねそのままだとこう油を吸いすぎてるってことなんじゃないですか まあまあ分からないですけどおそらく想像するにですけどねまあそういう意味なんでしょうね多分ねうん油抜きね、えー、最近はやってないんだなこれ若い人はああでもあれですね油揚げをそのまま料理するっていうよりもこのなんていうんですかインスタントでもすでにこうお湯を注ぐだけみたいな具材に油揚げが入ってたりするので油を抜くみたいなものを目にする機会がないっていうんですか確かにかもしれないですよねあともしかしてあれかもしれんね あの昔のこの油揚げより今の油揚げってなんかこう、うん、油が少なくななくってるのかかもしれんね<ー>なんねさっきちょっと聞いたら、はい、昔のやつはこの保存を利かすために割とこう油を多めに。 あ使ってる部分があったらしくそ,うです、ね、それをまあ食べる時にちょっと油っこいからつって油をちょっと減らす作業をしてたみたいな話を聞いたんですよ。うんまあ、これ沖縄とか日本じゃなくても例えば獣の油とかをこうね白く固まるじゃないですか常温でうん、うん、そこにこう物をつけといて保存するとか、うん、っていう方法があったりとかしますから、うん、やっぱりこう油イコール保存っていうやっぱ昔のねやっぱりこの料理の知識として、うん、テクニックとして技術としてそういうのがあるので、うん、やっぱり身についてる 油抜きの方法をとか習慣をっていう方はやっぱりこう上の世代年代の方だと多いんですけど今の油揚げはどうなのかっていうところをまず知らなきゃやった方がいいのか、ねね、多分もう多分,うか分か油も少なくなってるんじゃな、ね、い昔よりは保存状態がいいから昔よりはそうですね作り方も変わってきてるかもしれないですしねあ,あれは俺手間って言ったらこれがパッと浮かぶんですけどはい あれなんていうんだっけ、大根の角取るやつ。ああ、はい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 。やるよね。なんでしょう、そのまま角取りとか。でなん、なん、なん、か言い方があったんだよな。あれですね、縁の方こ軽く包丁で、そう、大根こう輪切りにするでしょ。そこの断面が、え、九、九十度なってるから、そこちょっとこう九十度じゃなくするやつ。そうですよね。面取り。面取りか。面取りか。面取りか。はいはい。あんなのもやる。あれはですね、僕、いや。 やらないです作ったことはあるんですよ大根の<は>そういう、まあ、あの煮付けではないですけども、うん、やったことはないですね何と言いますかまずピーラーで皮を剥くじゃないですかで、えーまあ、こう円形にだ,だん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 ,だんっ切ってうん、うん、それをまたさらに4等分して、うん、っていうねまち、あ、ょ型というんですかねにしたあとは。 そのまんま,そのまん圧力鍋にです、ねうん、あとは面取りする時って、うん、まるまる個丸い形でやる時にやるんだ、ね多分ね、そうですねでもあれってこう煮崩れをしないためでしたっけでもあれやんなくても煮崩れってんだろうって面取りしなくても崩れてないけどなみたいなそれともなんか僕が気付いてないだけで実は崩れているっていうような状態だったりするのかとか。うんうんうん 料理は奥深いですからね奥深いですしやっぱり楽しいですよねなんかあのくつ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 やってる時のアク取りはアクあやりますもちろんねあれ楽しいよねあれ楽しいですねこのなんかお玉でね鍋の縁にアクを追い込んでいってねできるだけたくさん汁は取らんでアクだけ一回でたくさん取ろうみたいな作業ね楽しいよねででも僕お玉じゃななくててあのんんいうすか あれだとできるだけあの何ですかスープは取らんでスープは取らずに済むのであと油余分な油なんかも取れますし結構ねアクにくっついてねああいうの一応地味な作業だけど楽しいんだよなそうなんですよねうんいややっぱりと手間かけると美味しくなるみたいですねいやもうアクは綺麗に取ると雑味がスープの本当になくなるので あの美味しいですしこの今ほらスーパーとかでだしとり用のね豚の骨とか売ってるじゃないですかたくさんあれをこう、うん、くつくつしてるとこうついついだしの骨をこう何度もこうお玉でかき混ぜてこうアクをこう、ねうん、出させてできるだけとか細かいこのお肉のか,かけらなんかを取ったりするのに気が付くと、うん、ああ20分やってるとかっていう、うん、<laughs> なったりしますね。 うん、料理人的な職人的な作業ってねど,どうなんでしょうねでもやっぱり楽しいのでやっちゃいますね詞に集中しそうだよね<ー>なんか本読む作業って似てるんじゃないのこれってまあ一つのことをね、うん、ずっとそ,のそれだけに集中してっていう作業には似てるかもしれないですね、うん、気が付いたら時間経ってるのも同じですし、うんうん、向いてると思います料理、うん、いやでも料理はそうですねでもなんだろう誰かのために作るっていう経験がまだないので、うん、そうするともっともっとこう 集中するのかもしれないですね。美味しいって言ってくれたらなおさらね。そうですね。頑張りますからね。うん,うん。こう味噌入れるタイミングとか、温度とかも気にしだすかもしれないですね。うん、いや本当あるんだけどね。そこ,そこまで多分ね。あるんだろうけどね。うん、そうですね。まだまだ雑だと思います。自分の料理の仕方は。はわかりました。はい。ありがとうございました。いや、多分響き向いてると思う料理。もう絵が出るもん。料理してる絵が。ね。 はい、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから小橋川響きアナウンサーでしたはい本日のアンケートをですねあなたアク抜き筋取り油抜きなどの料理の下ごしらえしていますかはい A 手間かけていますよ B 手間をかけませんはい。沖縄市のことぶ子さんからのご提案ですねありがとうございますさあそして昼ぼけのお題 下半身キャタピラーアイドルグループ、ゲッター48の魅力とは何でしょうか懸命に昼ボケとはれずに、本日もアンケートを昼ボケともに張り切って参加してみてください。ゆたしく。僕はかっけ、あくぬ、あくとりぐらいですかね、さっきも。しかもカレーの時ぐらい。<laughs> カレーしか作らないんで <laughs>。はい。いきましょう。一発目。ヒプさん。 言いいいいい足りりななぐらいかっこでいいですすね今年もおお世話になりましたお前指です早いよ死に早いよ <laughs> 暑いよまだデージ早速今日のアンケート A 他に好きなこともあまりないのできちんとやりますささみフライを作る時は洗濯バサミとフォークを使ってがっちり取りますがそれが気持ちいいです油揚げも必ず移動しして油臭さを取りアく取りは当たり前ですで今日も楽しく聞かせてもらいますねはい お前ゆえびさんどうもありがとうございます。うん筋取りはオッケー。アク取りはアク取りって言わないの？アク抜きアク取りアク取りまあいいん、ね、だアク取りでもいいんだよね。うん、あああこれ何ねえささみフライ作る時の洗濯ささみトホコって筋取る時に洗濯ささ何すんの？<え>あこれで挟んで引っ張っと取るけッケー？ええー いやまた料理さんの役とや平え <laughs> しかさんや純によえ<ー> <laughs> あそうねん組の知ってんのこれ普通に洗濯わさび使うのってうんこれ洗濯わさびの挟む力で大丈夫やんばあ手で一応押さえてからああこのあななふガラスの向こうは料理やる人こっちやらん人と <laughs> <laughs> ワタヘイシカさん <laughs> ラジオネームサンゴさんはいこんにちはアンサーは A と言いたいところだけど B かな簡単にしかしてないし基本雑なので毎日ちゃんと作るけど作ってるところは見ないでほしいです明日の甲子高校楽しみですねはいサンゴさん決して覗かないでくださいね料理作ってる時は人じゃないかもしれないですね鳥になってるかもしれないしね <laughs> 蛇ビなってるかもしれんしねまあ嫌なってるかもしれんしね他かねはいありがとうございます <laughs> やさあちゃあやさコーナン第1試合8時からあー T サジにかぶらないですね <laughs> あのー、暑さ対策方式になってから T サジかぶらないなってるね <laughs> いや あ,あ、いいな、よかったよ。うん、ヒッチや、毎年や、ティーサージや、これや、甲子園かぶってるとき、うん、えー、一風、いや、静かにそうけって言われてくれよ。<laughs> <laughs> うるさいや、つって言われて。野球力のさに、耳乱さにってなるからね。<laughs> こんにちは、石垣島のジュリエンヌです。こんにちは。アンサー A、やるべき食材をやってます。<laughs> ジュリエンヌさんやるでしょう。やると思うよ。吹きの筋取ったり。 肉の筋取るのは当たり前。沖縄にはないかもの山菜もアク抜き必須。竹のコもテマかかるけど、えー、米糖と鷹の爪使ってアク抜き。最近、米ぬかか米ぬかか,米ぬか,か米ぬかと鷹の爪を使ってアク抜き。最近ではカットされていて、そのまま使える油揚げもあるけど、そのまま使うと油臭さが残るのよね。たまに勘違いしていっているのを耳にするけど、ナスは味噌汁に入れると黒くなると。 ナスにはポリフェノールのクロロゲン酸が含まれているのでそのまま使うのがベスト空気に触れると茶色くなるのでカットしたらすぐに調理することがおすすめすぐに使わないときは切り口に塩を振るかナイロンなどで密閉すれば大丈夫ですもうプロやしプロやしもうはいジュレンヌさんありがとうございますあの内地の旅館に行った時に出るのや山菜やこのぐるぐるハテナマークみたいのやとかや こもり,りかんこもりかんこれ野菜じゃないばって思うけど山菜なんですねあれねは,はいありがとうございますナスナスはこんなにあれなんだなんていうのちゃんとやらないと色がすごく変わるんだねまたおうち帰りの人にナス使った料理なんて一回だってことないでしょ俺もないよ食べたことしかないよ <laughs> <laughs> はい、ごまシャルでーすはい本日のアンケート「あく抜き筋取り油抜き」などの料理の下ごしらえしてますか、A、手間かけてますよ「B」うん手間かけませんえこれ抜けたまた「X マっツんさんそういや奥様はきゅうりのヘタを切って切った断面同士を吸って泡立ててあく抜く方法をやってますよ。母直伝らしいなんだよこれ そうまあまあ切ったらダメスリスリしてこれどうするの？なんなんて？うん。アクが抜けるわけこの人したら本当にな。きゅうりにアクってもあるの？<laughs> そもそも。<laughs> あそうね。長い野菜はアクがあるんだなじゃあ。そうとも限らないんだな。<laughs> リトルマーライオンです。こんにちは。今日何歳？一応ええかな。 特に野菜は茹でるとアクが出やすいからそのままにしておくっていうわけにはいかないでしょう筋取りだって鶏のささみの筋を取らないと肉がおいしくないよね油抜きも揚げ物の油をさっとお湯でさらさないとえ油、ー、臭くなるってばあこうしてみると私案外真面目に料理してるじゃん私って偉いよねそれが分かっただけでも今日は聞いててよかったティーサージ今日はっていうところにカッコされてんだよな <laughs> 今日もねうんはいリトルマーライオンさんありがとうございます 基本的なの全部やってますね、真面目にねうーんはい、ありがとうございます鶏のささみの筋って取ったことないんですよね食べる専門なんだよな <laughs> <laughs> 皆さんこんにちは、ハッサモーマンザモです、こんにちは今日のアンケートはビーっては料理しないし、俺がやってるのは調理らしいなるほど嫁に至っては出汁パックで味噌汁作ってるってはあれさ、麦茶のパックと似てるさ、だ ダッシュパックで麦茶作ったいしじゃあひいちゃんもんまで頑張ってねはいあつさもまんざもんさんどうもありがとうございますうん調理と料理何が違うんですか調理っていうのはまあるものをなんか温めたり混ぜたりする程度料理はもう素材切って皮むいたりとかそれこそぐつぐつ煮てアクを取ったりとかはい水にさらしたりとか そういうことですか？調理だな。俺がやってんの？<laughs> はい、ありがとうございます、うん。うん。まあ、でもだしパックで味噌汁作って美味しかったら俺はいいかなって思うんですけど、どんなまあ、こだわってる人はほら鰹節からやってとかね。いろいろあるんでしょうけど、毎日のことだったら別にね。だしパックでもいいかなと思うんですけど。ひぶ <laughs> さんこんにちは。麦茶上空のゆるりです。こんにちは。 してアンケートの答え日「今はほぼ料理しませんね」前大阪に住んでいて料理していた時も下準備何もしてませんでしたその時の基本は胸肉タッチレ焼く胡椒ょふる終了玉な豆腐焼胡椒醤油うふる終了これでよしです当時のお供はもやし胸肉キロ野菜でしたみんな安いそれでは夏本番もゆるくいきましょう前 タイトル「切る焼く食べる終わり」<laughs> <laughs> これバーベキューの時じゃないかこれ「<laughs> 切る焼く食べる終わり」っていうの <laughs> はい、ありがとうございますうんまああのな何て言うのかな最近よくね時短とか言われるじゃないですか手間暇わざとかけないででも美味しいみたいなタイパーですよねタイパータイムパフォーマンスは。 がいいやつが結構取り沙汰されるんでもう本当に何かと何か混ぜた実はこんなのお塩みたいなのが結構多いですよねうんあ、俺あのスタッフから習ってやったやつやったっていうか僕やってないうちの妻が作ってくれたんですけどお菓子のよう絡むうちあるさあれとよ人参しりしりしたのが死に合うってわかるやったことあるつまみに最高度 って聞いて、まあ、スケアと思ってやったんですよ。まあ、なマヨネーズかなんかで、ああ、よったのかな。まあ、スケアって一応やってみたら、いや、作ってくれよったんですけど、妻が美味しくてよ、美味しかったよ。まあ、多分、パッとカラムチョで探したら、多分出てくると思うんで、ハーレークイーンさん、こんにちは、こんにちは。今日のアンケートの答え、トリプルビー。あ、あ、これは竹中アナの答えです。いいいい竹中さんの答えなくていいわけよ。<laughs> <laughs> 2日目のカレーは有名ですが煮物などは冷める時に味が染み込みやすいので作ってからすぐに食べることはせず半日から1日は寝かしておいてます。まあこれも下ごしらえの一つだと思っているので今日のアンケートの答えは A ありま,すか、うん、まあカレーもうーん翌日ぐらいが一番美味しいかな。 はい、それ以上になるとなんどんどん水分が飛んでいくんですよだから最初は結構トロトロだったのになんか硬くなるっていうかねだからまあまあ翌日がマックス美味しいですかね「ティビッチ」「なんかあれ2日目が美味しいティビッチ」とか「早期もそうかなあれなんか2日目美味しくない?」ちょっとなんか大根とかも柔らかくなってるさうーんはい あなんかまた,またこんな話したら食べたくなるんだよなはいじゃあコマーシャルですンナさんがつまみおいしいやつ教えてくれたみたいですよ魚肉ソーセージとポテトチップス一緒に食べたらおいしいみたいですよ、うん、あの人まだ魚肉ソーセージで酒飲んでんだなと思って <laughs> ああとそうそうこれで言ったらよまあこれ全然料理関係ないんですけどじゃがりこあるさあれをふやかすやつって見たことあるあ、うん、っていうのあれ ああれによよよ、えー、学園のあっっっったたからややててみようぜってやったんですよ、えー、とふやかして水の量も決まってたはずふやかしてほん、ね、チーズ酒るチーズみたいなのもあったこれも入れてからにで置いとくんですよちょっとここはまさかやと思ってこんなの食えるかやあんなカリカリがおいしいのやってって開けたらもう見た目ポテサラなんですよ完全にめ嘘でしょと思って食べたらポテサラやたんマジで そのままポテサラやったたびっくりしたなんかこれと思って前、まあね、かといってやるかって言ったらまあやらないかもしれないですけど意外に美味しかったからびっくりしたなえー、こんにちは古田大好き27ですこんにちはアンサーは一応え最低限で台所にはいたくないからね1秒も関わりたくないから <laughs> だいたい姉さん言い方が過激なんだよな <laughs> それに比べて母はとにかく丁寧で飽きれるぐらい下ごしらえが長い。あく抜き、油取り、洗う。他にもあるのかな起きてりゃ台所にいる。私には考えられないよ。今も何かしらやってるよ。素敵なお母様じゃないですか。ねえ。タイトル「料理大嫌いだけどええ」っていうね。1秒も関わりたくない。<laughs> いやいや。 一応行かんといけないでしょ大所も水飲んだり何したりして <laughs> はいありがとうございます <laughs> NG 意外とあるよねフ <laughs> ルトさんね <laughs> 今日はねそのことについて朝からイラついていたのよねアンサー AP ですこんにちははいこちど,ど,どうしたんですか、えー、日々美味しく食べさせよう季節のものも取り入れ好みを反映させ頑張っているんですそれなのに 毎回美味しいって言わないとダメなのと言われゴングが鳴る前に深呼吸して早めに家を出ました1週間いや3日でいい私が手間暇かけてやってることやってみーと言いたい1時,1時間駆け向いた8個のグレープフルーツ当たり前だと思ってるんだはずねじゃあはい うん、そうもうこれもう僕らね料理さんの農家で言ったらもう絶対行ったら駄目ですこれもう死んでも行ったら駄目ですねうん毎回言うさ当たり前さ毎回56回言うさや <laughs> だって作ってないんだね俺なんかね <laughs> ああもうありがとうございますですよ本当にね、うん、<laughs> あこれ1時間かけて剥いた8個のグレープル <laughs> 大きい3つのタッパーにいっぱい入ってるこれ綺麗に剥かれたえ けるだけじゃないよ。一羽さ一羽さ全部あのグレープフルスーツの缶もみんな吐いてるんだよ。全部。あいえな。これ見て、う、ま、ん、あ、これ食べたら美味しいって言わないといけないのっていうわけ。いやなや。これねっていうか俺なんかが変な感じになるんだよ。<laughs> <laughs> はい、コマーシャルです。 はい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 い X でマリージュアナさんが「アク取りさんを使っている方の感想が聞きたいですね3300円するけど今度買おうかなと思ってます」っていうアクを取るこうねお玉みたいなやつがあるみたいなんですけどはいなんとですね静香さん京都市の静香さんが「私にアク取りの話を聞いてくれますか?」ということで <laughs>、えー「チャーシューの作り方今のところ肉を茹でてからタレ漬けがいいと思ってるんだけどそこでアク取りさんと。 アイラップが大活躍特にアクトリさん正直お値段と思ったけどアクトリにノーストレスで何で今まで買わなかったかなというレベルこれぞ技術力揚げ物した後のカス取りも楽一家に一本ぜひっていうレビューが届いておりますよへえあアク取ってる動画もん頭とがよ楽しそうあのお玉の底が こう直線に何本か切られてるんですよだからスープは大丈夫でもアクは取るみたいなえ、見てごらんで、楽しそうじゃんこれほら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 チャートいいアクチャートいいほーんそしてそれで作ったやつがこれですよ見てごらんえ、美味しそう,しそう静香さんやるじゃないかさすが酒飲みつまみ作るの上手デイジー <laughs> はい。で、アクトリスさんおすすめみたいですよカモ、うん、の母ですこんにちははい出ましたミスター花畑的アンケート <laughs> 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 いいね今の野菜はねうちら昭和の子供たちが散々文句言って好き嫌いしたから悪なんてほとんどないですよ 今時根元が真っ赤なほうれん草なんて見ないでしょ。農家の皆さん頑張って品種改良してくれて非常に食べやすくなっているんですよ。肉の筋もよほど嫌なことがあったら包丁ザクザクぶっ刺すけど平時は歯があるんだからよく亀用で済ます。インゲンの筋は凶悪だから取るけど油抜きだけはちゃんとするかな。ついでに臭みも消したいからね。でも油揚げは水道から熱い泳い出して流す程度だな。お花畑的なこと言うなよと。 何を言ってるんだとい今どきは別にほうれん草も必要ないし平時は歯があるんだから噛めよとだ緊急事態の人が多いわけよ緊急事態のよ平,平時じゃない人が多いわけよ <laughs> <laughs> ありがとうございますこれが通らないんですよね あちょっと多少や肉が硬いぐらいでやこんな筋とか関係ある歯があるから神を違うわけよ通らんばい俺がまた」「歯がねしど出すんですか?」先生歯がすすんですかってなるんですよだから本当にはいありがとうございますうんみんなそれぞれのやり方で一応やってはいるんだね,ね、はい、さあ続いては沖縄ホーめルおしゃべりキッチン」のコーナーですよどうぞ。 はい、一時になりました。ティーサージパラダイス。午後の仕事もですね、車の運転もぜひ安全第一でよろしくお願いいたします。えー、ババンのコーナー、どうしましょうかね。これにしようかな。ラジオネーム金曜定期便さんの、いつもの弁当屋のおばちゃんにババン。あ、っていうか、ティーサージパラダイスにババン。放送を聞きながら、何が気に入らないのか、レジ代を。 指でトン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 イライラしながら聞いてるみたいでしたはい金曜定期便さんどうもありがとうございますこれはですね多分ね心当たりがあるんですよねあの僕とディレクターが上流のこと何も分からんから食った食ったんでこんぐらい分からんばやな鳥のあの筋取るの洗濯場その話もわからんのわからんさよったって思ってるんじゃないですか弁当屋だからその説は当にすいませんでした <laughs> はい。<laughs> さあでは皆さんのお誕生日は晩命化してからねお祝いしますよ皆さんこんにちはチューブ済みのルイですはいこんにちは実は今日8月7日私の誕生日でして34歳になりますヒープさんいつものあれをしてお祝いしてくれませんかもしお祝いしてくれたら T サージパラダイスの公開生放送があったらまた絶対見に行きますということで またね、公開放送もぜひやろう機会があると思いますのでぜひ皆さん遊びに来てくださいはい中ブ済みのるいさん7日お誕生日34歳おめでとうございますいいですね30代あ,あもう何でもできますよピンクレモネードさんはいこんにちはキャッスル誕生日って高校生の頃から社会人おじさんの風格たっぷりのしっかり者元気かやはいそうあれ先生やってなかったかなキャッスルさんや 誕生日って忙しいいいのかね、まあ、はい、おめでとうございますもう本当に高校生がずっと T シャツ聞いてるからねびっくりするな、えー、ラジオネーム「紫さ,さん」「ひぶさんこんにちは」今日は職場の先輩の峰井美智子さんの生まれ日になっています去年お仕事中に倒れてあらとっても大変な時を乗り越えて今リハビリも頑張って日々強くなっている美智子さん 落ち込む時もあると思うけど周りのみんながいることを忘れず何より支えてくれているご家族のことを大切に今日の日を楽しみましょうお誕生日おめでとうございますヒープーさんからもお祝いお願いしますはい、えー、紫さんの先輩職場の先輩峰井美智子さんお誕生日おめでとうございますね。リアビリも読んだ読んだねラジオ聞きながらたまに笑ったりしてからに、ね、頑張ってくださいね応援してますよ こんにちは、ピープーさんあら渚ですはいこんにちはこの間は私の誕生日を祝ってくれてありがとうございました今日7月7日はビビリな父のりお父さんの誕生日です今度ピープーさんに会ったらきちんと挨拶ができるようにお祝いのふんをお願いしますお父さん46歳の誕生日おめでとう16日まで沖縄楽しもうねお父さん46なの若いねはい凪さんのお父さんえー のりお,お父さん7日お誕生日46歳おめでとうございますビビリな父 <laughs> そうなのななどの時にビビってたの、うん、日舞さん皆さんこんにちは京都市の静香ですあ料理上手な静香さんオリンピックを見すぎてうっかり忘れないうちに誕生日を送らせてください今日は私の大好きな父秀樹の73回目の誕生お誕生日ですこの1年は2回の入院手術があり リタイア後に始めた趣味の車関係の仕事も辞めることにああそうか後遺症も心配されましたがそれなりに折り合いをつけて早朝の MLB 観戦や昔から好きなマージャンを楽しんでいるようで何よりです昔より酒が飲めなくなった後嘆きますがその分娘が飲むのでまた楽しく飲みましょう <laughs> なんでかこのこの方程式なんかこれ <laughs> 京都市の静香さんのお父さん秀樹お父さん 73歳のお誕生日おめでとうございますああ。とっても面白い娘さんですよね本当にね素晴らしい。はい、さあでは、えー、8月7日お誕生日の皆さんまとめておめでとうございます。いハーピーバーピバスデー はい本日お誕生日の皆さんの向こう1年間が絶対に健康で、うん、そしてデージュ笑える楽しい1年になりますようにおめでとうございますこっち食べてくださいね肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよはい終わった同級生の高野も誕生日ですさ、うん、あ,あおめでとうございますはい さあでは料理の下ごしらえ手間暇かけているかという話をやりましょうねアク抜きとか筋取りとか油抜きとかね麺取りとかねいろいろありますよ、はあ、ファックスラジオ沖縄 T ーサージパラダイス恩中こんにちはイブーさんスタッフの皆さん唐辛子農家魚雷ですおおちょっと久しぶりですねはいアンケート A 料理をするのは好きなので割と真面目にやっています昔イノシシの肉や 骨をもらって煮て食ったりするんですがあ時々か時々イノシシの肉や骨をもらって煮て食ったりするのですがイノシシはマジかと思うほど、えー、煮汁にアクが出ます響きとの話にもありましたがアク取り楽しいですよねでは時間まで千張りよはい唐辛子農家魚雷さんどうもありがとうございますいっぱい出そうアクなんかああさあそんなあなたにアク取り棒 <laughs> ね、3,300円のところ本日う,うちで追売ってないんですけど <laughs> 上等みたいよ悪取りねうんこれねこれどうなんだろうな悪取らない方がこんなのは美味しいんじゃないっていう人もいるんじゃないもしかしてな,なんていうかなこのわざとこの獣感を残すというかねそういう人もいるかもしれんね多分ね いやイノシシね意外とうまいんすよ本当にリスナーさんからいただきましたけど自分で撮ったんじゃなかったかな確かすごいよねいつも庶民的な放送ありがとうございますラジオネームトノさんはいこんにちはアンサー A 私自身は料理が苦手ですが子供の頃もやしのヒゲや豚の毛取り中身の油取りよく手伝っていました料理は手間をかけないと美味しくならないと母が言っていました 妻も手間暇かけてて作ってくれますすよいいですね殿さん、はい、ありがとうございます。これね俺もやったなおばあの手伝いしながらヒゲ取りをやってたやってた、うん、今もこんな風景あるかこのマチャーゴアでおばあたがゆんたくしながらヒゲ取ってる風景やあ,あと豚のこの毛剃るやつそう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 あれもなんか僕手伝いやったことありますよ。あの <laughs> 殿下のところがあるよね豚の肉に殿下押さえてるとこあるよねなんかわかる知らんなんかちょっと青っぽくなるやつなんかそう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 はいいやあのねやっぱり、まあ、あの義理の母とかがとっても料理上手でですね好きなんですけどとっても手間今かけるんですよだから美味しい豚肉とかめちゃくちゃ美味しい本当にはい相当時間かかるみたいですよやっぱりあの 豚のよこのよ骨汁みたいなこの骨があるわけさこれからよ手でよ、まあ、もちろん手袋やって手でこのみんな身ほぐしてからに作るジューシーがあるわけあっきさんはどんなにおいしいからああただやっぱり手間暇かかるわけこしてでうんタイムフリーはタイムフラーさんこんにちはイプーさん皆さんこんにちは 今年は石垣島のお米をお中元に選んで買ってきた水水水曜日、本日もお手柔らかに参加させていただきますの A。魚汁や煮付けを作るときも、一回お酒で洗ったり、お酒を入れたお湯で湯がき臭みを取りますね。おとといに、オクラを塩で板ずりしたときに、少し慌ててしまって、高速でやったから、オクラのオブゲーが深く刺さってしまったです。 あもやしのひげとり,いい、ね、りしながらプチプチ音が鳴ると私の心の棘も抜かれているパラダイスここで一句失礼しますひと手間もティーの秘訣やさではヒープさんサフさんお昼何食べましょうかね先日作った魚汁を父に美味しいと言われてすごく嬉しかったです魚汁って結構難しいからいうん、はい、ありがとうございます オクラ、まあ、練り、練りですよね。あれの何、あの、鶏は取っているの。取って食べてんの。このまま湯がくんじゃないの。どう、どうなの。料理できるチームは。取ってやる、鶏って。あ、取れるもんだなの、あんな鶏って。うん。うん。そのまま。手で。手でやる。あ。 要は塩振って、まねてのでゴロゴロやると、ず、ペーパーかけてるのと一緒ね、要するに。<laughs> そうでしょう。四百万ぐらいのペーパーかけてるのと一緒ってことさ、あれでこの経取ってからに。あは、はサンダーがいいかもしれんよ。<laughs> まあね、電気はこの四百万、あっちから四百万のペーパーつけてから。その方が早いかもしれんよ。うーん。そういう手間。うちも送られるんですけど、そういう手間かかってるんですね。なんもお金食べてからにや いやなフラー長男ニュンこんにちはエイブさんもぐもぐりさんですよこんにちは全く下処理しないの B 味の違いわからんしね本当にわからんしねそんな違いのわからない私のために下ごしらえって無駄な労力だからねでもやってる人死に尊敬するエビの綿取るぐらいの下処理はわかるけどそもそもどんな食材にどんな下処理が必要かという知識がないかも今日はラジオ聞きながら勉強します 俺と似た方だな。<laughs> いや、はいありがとうございます。そうなんですよ。料理さんノうからしたらよ。<laughs> な何のした処理が必要なのかがわからんばよ。さっきよエックスだよ。卵のよあのノンリが白いところ。白身じゃないよ。白身じゃないよ。なんかついてるさこの黄身の隣ごあに何か白いピュッっていうのがあれ取るかっていう話があったんですよ。一回も取ったことないですね。 なんかあれもやるさあれは黄身と白身分けてんのかな割った卵の殻で交互にパッパパラッパパッパパラッパみたいなやって白身と黄身分けるじゃないですか <laughs> あの作業もやったことないんだよなやらんといけないのいっぱいあるな、はい、じゃあ一局南部の帰国子女さんからのリクエストテイラー・スウィフトで「Look what you made me do 私にこんな真似させる」なんて入りました。 あのさっきね「ババン」のコーナーでね T ーサージ聞いてる弁当屋のおばさんがなんかイライラしてるみたいやさっていう金曜定期便さんが言ってたんですけど、まあ、ちょっと15分ぐらい前の,あのポストなんですけど弁当屋のおばちゃんが「あれからもうからんのいっぱい言ったからなまた期限ご期限斜めになってかもしれんな 5ピコアンおからんバヤーつってね <laughs> はー。はい。さあ、あじゃあ、あはいざ皆さんチャービルのさい佐賀市在住トンボ屋佐貫ちゅです。こんにちは。早速アンケートの答えは A。見栄えはあんまり気にしませんが、味に関わる味にかわる下ごしらえは手を抜かずにします。特に魚の臭みはくせもの。味付けは後からなんとかごまかしても臭みはどうにもなりません。 また食べる人によっては隠し包丁とか考えないと誤縁したりしますので手抜きはできません下ごしらえをちゃんとするだけで仕上がりが違ってきます料理の上達には必須ですね安心また野菜とんぼ野菜がんちさん隠し包丁までいってる今段階的に8歳よ素晴らしいいや 魚きれいに捌けるとすごい尊敬するんですよね。はい、魚のこ煮つけとかを美味しくできるといいですね。なんかね。魚汁とかね。んこんにちはティンガーラと申します。こんにちは A、えー、です。まさしく今イノシシの肉湯がいていますよ。おい。さっきご話ししたばっかりなのに1時間で柔らかくなるのかな。初めてで煮たら。 肉を取り出して冷まし食べやすい大きさに切って醤油、砂糖で味付けする予定えのししってどんな味なんだろう美味しかったですよ僕食べた時はい僕頂い,いたやつはかくもなかったですようんえっとね半分はカレーに入れて食べて半分は野菜炒めだったかな入れたんですけど美味しかったですよ DJ はい 硬くはなかったです。僕、なんかイメージ。はい。僕、硬いかなと思ったんですけど、全然大丈夫でしたね。油もまたなんか独特の油でしたよ。豚とは違う感じの油やったんだ。うん。はい。皆さん、こんにちは。ポロロッカです。こんにちは。今日のアンケートは B び、自分が食べるだけで人様に食べてもらう料理ではないので面倒なことはしないですね。ただ、毎日、水、出汁を作っていて、夕食の味噌汁のほか カレーー、やシチュー煮物などの出汁,汁として使えます。朝 250cc ぐらいの水に煮干し23匹と干ししいたけ少量昆布を少し細かくちぎって入れるだけです干ししいたけと昆布をちぎって入れるのはそのまま食べられるようにするためですなんとなく物足りない場合は火にかけるときに削り節を一つまみ入れますこれもそのまま食べます見てくれはよくないんですが人に食べてもらうのではないので問題ありません それで時間まで頑張ってくださいいやこれこれええじゃないか手間かかってるんやこれ毎日でしょへ<ー>ふーえふんミニ基本は水率のまま入れとくだけってことですかねへえ<ー>毎朝ってよいやいやこれ手間かかってますよこれね えー、姫さんこんにちはアンサー A です母が手間暇かける人で昔ながらの内縄料理はアク取り油抜きは必ずです鯖ヤインゲンの筋取りやもやしのひげ取りも料理に時間がかかるので自分容量悪いなと悩んでいたんですがアンサー A だからだわ葉野菜も桶、OK、に水張ってこれなんていうの葉脈に沿って洗います葉脈か 葉脈に沿って洗いますバカじゃね <laughs> えー、どう比べらんけバカじゃないよや <laughs> いやいやいやこの葉っぱのこのあれか血管みたいなのに沿ってから洗っているなんで丁寧でいいさバカじゃねって言わんで自分で <laughs> ちゃさ丁寧やことおりね素晴らしいはい。うん。野菜洗うの結構大変ですよね 量が多多ければ多いよた実家からトはもっチーケやってかたくさんもらうんだけどよラッキーではあるけど洗うのが結構大変だったりするんですよねうん皆さん仕事の休憩でお昼ご飯のパスタを食べながら T サージ聞いていますよラジオネームナイチャー嫁さんはいこんにちはアンサーいいですねあく抜きしないと食材に臭みが残るし筋取りは鶏もも肉やささみ胸肉はしっかり 下ごしらえして食べやすく一口にカットしてから下味をつけてから冷蔵庫で休ませます料理酒と塩コショウは必須ですよ買ってきてすぐにパックのまま冷蔵庫に入れることは性格上できなくて食べたい時に下処理するのは遅いので買ってきてすぐに下ごしらえして優雅にすることが多いですね今日はナポリタンの予定なので玉ねぎをスライスしてきましたキープさんは料理の下ごしらえしたことありましたエピソードも楽しみにしてます時間までよなちばりよ はきさめすごいな。ないちゃうやめさん。買ってきてパックのまま片付けるんじゃなくて一回開けてからに下ごしらえしてから入れる。今使わんけど。はっ、あ、さいよなすごい。玉ねぎのスライスなんて俺やる時にしかやらんよ。<laughs> やって多いとこってやないのにだって。ねえ。すごい。 エピソードほとんどないですカレーのエピソードしかないので <laughs> あいやさゴーヤーチャンプルーもよジョージやタたんいろいろ教えてもらってからに豆腐先に焼いて表面焼いてから一回分けてからにでゴーヤーやってあとから豆腐合流ね最初にもうえき来たけどターン裏らんこと一回帰って 30分ぐらい後にリエマーが来たら人がいっぱいいるみたいなあんな感じですよ。ど,う <laughs> どんなどんな例えやよ。余計分かりにくいよや。<laughs> はい。はい。次回入れ。やっぱしカレー製作と車の足回りのセッティングは肉の細切れよか細かいチックな素晴らしいイプさん。やっぱし灰原町からメッサー。盆前の仕事が盆ミ化しているチックな <laughs> This is r o y a l s t He Hearts。はい。こんにちは。はあ。そしてアンサーシャニー B。 全くもってほぼ気にしてませんどうは気保状態よ。<laughs> なっちかせよ。<laughs> アーサヒープさんやっぱしローヤル的にシャにローヤルイズムの料理は素材の良さをヒーハーと生かすために大物はほぼぶつ切り野菜やチッピルにしないといけないものはコマダチックに細かく千切りザクロチックにザク切りした瞬間よ。アギジャビオナーベーラ。 ハーサすかさず強火でヒーハーとイタリアチックに炒めたり、えー、ニコロビンチックに煮込んだりとハーサもよその後の味付けで悪も癖も難な,なくケしサリー状態ケしサリーちゃん状態をデュアッツハーサヒップさんやっぱしカレー製作やジムカーナの足回り以外で結構案外細かくアクトリチックにしていることなんてありますミロドリゲスそんな今日もヒーハーパワー全開でアクトリンボーダンスチックにパチナイ盛り上がっていこう今日いっぱいあるな引っかかるみが。 はいロイヤルさんありがとうございます気にしてません度秋穂状態ねいいですね駒立、えー、ちっくに細かく千切り消し、うん、サリーちゃん状態 <laughs> 引っかかるんだよなどうしてもこの変な変な死刑に引っかかるんだよな <laughs> はいじゃあ一曲 お前ゆえびさんからのリクエスト、おお孫心ブラザーズでサマーヌード入りました。はい、お前ゆえびさんからのリクエスト、孫心ブラザーズでサマーヌードという曲をねラジオからアびラしましたけどこれ,これもいいですね。なんかね、うんはい。さあ、えー、ラジオネームハールさん、はいこんにちは。 えやはりアク抜き筋取り油抜き料理の下ごしらえといえばバーベキューバーベキューといえばアク抜き筋取り油抜き料理の下ごしらえなのですよさすがマイヒラ様わかってらっしゃるあさっきバーベキューって言ったけど全然何も考えてないです俺ね。えマイヒラ様一つだけ言わせてもらいたいことがあるのですよ先ほど切る焼く食べるだけと言ったらバーベキューやしとおっしゃっていましたねマイヒラ様それは違うものですよ日本人がやってるバーベキューは 焼肉をただ外で食べてるだけのものなのですよ。私がやってるアメリカンバーベキューは肉の塊をしっかりしたごしらえをし5時間から6時間をかけてふたつきのバーベキュー窯でじっくり火を入れるのですよ。これが本物のバーベキューなのですよ。切るだけ焼くだけではないのですよ。マイラ様一度本物のバーベキューをやってみると良いのですよ。サンキューマイラ様サンキューしたごしらえサンキューバーベキュー。のや <laughs> がサンキューしたごしらえんで。<laughs> はい、これねちょっと聞いたことあるんだよなそうそう俺なんかが、まあ、ビーチパーティーとかでやってるバーベキューとは全く違うんですよほんまのスタイルっていうかでこれ大会も確かあるよ,あるよねうんアメリカまで行く大会があるわけよこれ何で優劣決めるかって,言ってやっぱり肉の焼き方とかよ美味しさだったんですよ多分もうよあのアメリカのよこのデジ巻き 白いヒゲのよカーボーイハットかぶったおじさんたがばんないもんよ肉のやり方あんまあ、アメリカ行くとこんな言い方しねえと思うけど「奉行肉奉行もる肉ポリスマン <laughs> <laughs> 肉ポリスマンばっかりよ、ね、あれよ食べたいあの大会で食べてるの見たら死においしそうだから食べたい」うん。 イブさんこんんここににちちはは代も楽しいサーーのベストソーダですこんにちはアンサー A 今はたまにしか料理はしないんだけど大家族スペシャルかっこ8人家族だったので母ちゃんとねー,ーたちに命令されてパパイヤー5個シリシリして自分の親指の爪ごとシリシリしたことがあってめっちゃ痛かったさやたまに聞きますけどねこれね人間しりしりですよね <laughs> <laughs> 気が付いたらなんかちょっとねえあれ指が短くなってるなっていうなんでよや <laughs> 何が言ってるわ <laughs> はいありがとうございますこれ怖いもう気を付けてくださいよはいコマーシャルですあの <laughs> 俺がさっきこのアメリカのバーベキュー大会にあのカーボンをは,はっとかぼったおじさんとかいっぱい肉舞踊がうんやつってあれ肉ポリスって言ったじゃないですかそしたらね タクドラマサさんはね肉ポリストよりは肉ジェネラルでは元帥とか <laughs> あの地獄車の下城さんがあそれ英語でグリルサージェントって言いますよ本当にあるんだねこんな言葉がね冗談で言ったのにグリルサージェント軍曹いややっぱりウーンバーよどの国にもよ今じゃないこれ火こんなじゃないとか。 お前からるじん、ね、三万、猿の甘いっていう人、がやっぱいるわけですね。あと、福岡の青森女王さんが。カーボーイハット被ったおじさんた。<laughs> <laughs> なんで当たってるさ。<laughs> 現地のおじさんたよ。うん。ジーパンの上からお腹出てるおじさんた。いや、うん。こんにちは、ちゃまちゃまです。こんにちは。今日のアンケート、中身汁に限りの A かな。中身汁だけは適当にはできない料理だからね。 中身は小麦粉で一回洗ってからその後はみかんの皮と一緒に中身を炊くっていうのがこだわり臭みと脂が一発で取れるのでとっても楽ですよお盆の台所担当さんお試しあれへー初めて聞いたよ知ってたみかんの皮ってこのね中身の肉の洗い方いろいろ聞くよね炭酸水で洗ったりとかいろいろ聞いたりしますけどへーはいありがとうございます みかんの皮どんもう本当に俺料理やらんかあれなんですけどどのみかんですか <laughs> ってならない料理しないとってこの時期に、ね、あの冬のみかんはないさだからもう夏のみかんでいいの緑のみかんでいいの絶対ちゃまっちっんさ今舌打ち「<laughs> いやら長男じゃくくっぺこはののみかんやってしもさみかんやねかん系やらのやってしもさ」と思ってるでしょ今。<laughs> さんさん <laughs> みかん来てるブ皆さんこんにちは今日のアンケートを終え普通にしますけど来週から9本さその時に食べる中身汁なんて中身の下ごしらえってどんなに大変か分かる,分かるね何にもしないで仏壇の前に座って「だ中身汁おかわり」とか言われた時にはよ「殺意が芽生えるるよ聞いてるかクソ長男 <laughs> それではチャオチャオ」「お前も中身汁にしてやろうかこの野郎」っていうね。<laughs> <laughs> もう俺中身重にしてもいいけどみかんと一緒に炊いてみたいなね <laughs> ほら藤江っつって <laughs> はいありがとうございます俺はこんなんは言わんよだー中身おかわりとは言わんよ絶対言わんよ <laughs> イーブさんこんにちはチーム洋服屋市場の牧ですこんにちはええだけど手間というか気が済まないのです その最たるものたもが中身汁ですみんな書いてくるね私はあのクランってなった中身を一つ一つ開けて中をきれいにしてから本格的にメリケンコー洗いますその作業だけで2日使えますそうかと思うとセロリを筋を取らずにバリバリ食べたりします「えー、中身の下ごしらえに2日かかってますよ」っつってねえ はい、ありがとうございます。セロリはやらなくていいですみたいなねあの筋もでも取らないよ俺も別にうん食べる時に気になるんだったらまあ口から取ったりするけど最初から取ったり全然しないですねあのねはい、えー、こんにちは名古屋の野中ですこんにちはアンサー A あいいやいた前だった親父の教えで下ごしらえをきちんとしますそもそも自分自身食べ物を口にした時にきに 口の中にいらんものが当たるのが大嫌いなんですよね妻のふるさとの名物ホタルイカをたくさんいただくと目とくちばしをひたすら除去する作業に追われますへー食べながら出すっての嫌なんだホタルイカもうまいよねうんはいありがとうございますいたまえだったらなおさらじゃないですか下ごしらえなんか厳しそううん こんにちは皆々様仏頂面のチームあ綾子仏頂の刻みをさびだよはいこんにちは下処理などもちろん使っているよ、えー、仕事も調理し当たり前に作らないとねえー、たけのこも頭に刈り込みを入れて米の研ぎ汁で茹でるとか、えー、それから皆さん血と勘違いしてるようであくの木はすぐに取るのではなくて 10分、過去ものによって30分ほど中火以下でアクを出してそれからアクを救うのそうじゃないと旨味成分が飛んでしまいますアクが落とし蓋の役割を担っていますよお試しあれアクで旨味を閉じ込めるってこと大きさみを刻みを染めるのさすがプロのご意見ただ取ればいいってもんじゃないんだあれね、はい、では一曲ラジオネームハーレークイーンさんえー からのリクエスト、甲子園の応援といえば、こちらですね。きなしょうくちアンドチャンプルーズで、ハイサイおじさん入りました。ティーサージパラダイス。昼にボケとこーナ、ね、いい、やってきましたよ。昼ボケのコーナーということで、今日もね、一番面白いベストギリスト決めますよ。はい、今週のお題。<laughs> 下半身キャタピラアイドルグループ、ゲッターフォーティエイトの魅力とは何でしょうか。ね。 そもそもどんなアイドルよって話ありますけどね。うん、ゲッターロボわかりますかね？ガンガンガンタンこと一緒ですよ。あんな感じ。はい。行きましょう一発目。金曜定期便さんの下半身キャタピラーアイドルグループゲッターフォーティエイトの魅力とは。 CD1 枚につきグリスアップ件がいいている、うん、ちゃんとな、ね、ャタペラとかグリスアップしないと <laughs> あの変な音出たりするからキュキュキュッて出たりするからね。うん、続きまして池ペイさんの下半身キャタペラアイドルグループ Getter48 の魅力とは ナハートはまだ新しいのでコンサートは断られるちょっとキャタピラーで上がってもらうと困るんですよねま新品なんで舞台が全部このあのベニヤ引いたりとかね鉄板引いたりしないとできないんですね嫌 <laughs>、ね、なだったらいいばっていう話でもないんですけどね <laughs> 続きましてトモブンさんの下半身キャタピラアイドルグループゲッター48の魅力とは キャタピラーに詰まっている土を取り除く配信が人気、うん、やっぱファンはこのオフの時のショットオフショットみたいだからね「<laughs> あーこんなこと言ってんだかわいいな」っつって「あそこの泥取ってあげたいな」っつってね乾燥させたらこポロッと取れるあれ気持ちいいねやろとかねえって言って、ね、や <laughs> 続きましてラジオネーム赤土デビルさんの「 下半身キャタピラアイドルグループゲッター48の魅力とは <music> コロナやインフルエンザには強いけど潮風にはかなり弱い「寂しそうですよ」っつって見てこっちも板金寂してるっつってあのー、このキャタピラのところのこのタイヤのね回るところとか寂しがクイクイクイってなってるってね、うん、続きましてアギジェさんの「下半身キャタピラアイドルグループゲッター48の魅力とは?」 料理が得意でキャタピラーそっくりのとんかつ作れる <laughs> のやがキャタピラーそっくりのとんかつに <laughs> これなみなみなみになってるわけ <laughs> はい普通の形がういしそうだな続きまして玉ティロさんの下半身キャタピラーアイドルグループゲッター48の魅力とは 振動でずっとビブラート状態の歌声、おお、おお、ガタするかね。な、<laughs> コンサート中はエンジン切れんば。あ、でも移動したりするからフォーメーションとかっ踊ったりするからね。ああ、そうか。まあ低音歌声でもうるさいやつなこの、かな。続きまして、お、絶好調、アギジェさんの下半身キャタピラアイドルグループゲッター48の魅力とは。 鉄の値段が上がるとメンバーが減っていく <laughs>。<laughs> あいいや解体されてるな。<laughs> 外国とかに売られてるな。<laughs> なんか外国で見たよ中金当たって見たよみたいなニュースで見たよみたいなね。<laughs> マッチで活躍してんだったらいいかみたいな <laughs> い。えじゃさ続きまして平の神様さんの。 下半身キャタピラアイドルグループゲッター4 8の魅力とはダンスと称して無茶な変形合体を連発した結果何体か空中で爆散するのが名物じゃあじゃじゃ何体って読んでれば <laughs> 1>, 1体2体って、うん、相当無茶してますね 本当はこの合体できないのにも合体させてからに、ね、ドカーンってなるっていうあー私の推しがみたいなねひどい <laughs> 続きましてゆべしまるさんの下半身キャタピラアイドルグループゲッター48の魅力とはセンターの近辺のね一番目立つところは。 やっぱ似合うなキャノンが似合うなっつって「いいなあのキャノン私もキャノン背負いたい」っつってねし,しかも最初は1本ですよドセンターだけが2本ですよワンキャノンはね、うん、ラジオネームアフィーさんの下半身キャタピラアイドルグループゲッター48の魅力とは「ムーンウォークがうまい」 じゃあ,あれブークじゃないわけやキャタピラがバックしてるだけはあれ <laughs> あ、そういうことでいうと右は後ろ左は前にした死にこもありするよ。<laughs> <laughs> その場ですぐ U ターンできるっていう得意技がありますねターンが早いっていう <laughs> 続きましてゆべしまるさんの下半身キャタピラアイドルグループゲッター48の魅力とは <laughs> バラード曲の時はエンジンを切ってしっかり歌を聞かせてくれる <laughs> やっぱりなうるさいんだよあ、ね、れ多分ディーゼルだはずだからよあのマフラー持ち調子でぼうしてほうするから一回パチンって切るしパチンって切ったらあ次バラード来るなって分かるっていうね 激しい曲の時「うん」って切ってから「うん」「タラランタンタン」みたいなね。ノエがどんなコンサートやんか俺。<laughs> ラスト <laughs> ガワミさんの下半身ガタピラーアイドルグループゲッター4 8の魅力とは <noise> 車輪ではなく。 クローラーの中で可愛い女の子が一生懸命、ハイハイの体勢で動かしている。<laughs> 中あれ中そうなってんの <laughs> 人力で動かしてんのあれは。はい、ありがとうございます。さあ、で揃えました。じゃあですね、本日のベストおぎリストは CM の後発表しますので、はい、コマーシャル。はい、じゃあ本日のベストおぎリスト決めますよ。 いいや面白ですね下半身キャタピラアイドルグループゲッター48の魅力とはだからゲッターロボみたいになってるわけですよ足がキャタピラになってるってまあガンナムで言ったらガンタンクですよあんななってるってことですねはい池兵さんナハートはまだ新しいからコンサートは断られるちょっとうちではキャタピラーで上がれないんですよっつって鉄板引きますよ鉄板置くのもちょっとあれなんですよっつってねはい。 現場の人がよく分かれ,てたこれなアギジェさん鉄の値段が上がるとメンバーが減っていく <laughs> <laughs> やばいやばい解体されてる<笑><笑>今日一これですねバラードの時はエンジンを切るっていうねゆべ締まるさ。<laughs> 鍵どこにあるのかな。<laughs> はい、おめでとうございます。これ素晴らしいですね。もうよ、見てみたいよ。コンサート。マジで。みんなが書いたの、全部怒ってるんですよ。バラードの時、今日るし。ね。あの。野外でしかできんし。<laughs> あ、な。はい。さあ、じゃあ。あ料理の手間。下ごしらえの話。 はい、日比さん皆さんこんにちは京都市の静かです。はいはい。昨日の話ですが、あ京都の人のね、言い方が、ちょっとお茶漬けでも食べていきませんかいや、早く帰れっていうのって本当ねっていう話をしたんですけど、昨日の話ですが、京都のブブ漬けどうどすかえー、かっこお茶漬けがいるかと聞かれたら、早く帰れのサイン伝説は、まあ 京都人がが面倒ななののでで否定しないのが悪い悪んですかね今時そんなの言わないです50年前は知らないですけどドヤ顔で「京都人はいけずだからそうなんでしょう?」と言われたらもうそれだけで心のシャッターが降ります「<laughs> バカですねと」と <laughs> こういうとこじゃないのかな <laughs> もうダイレクトに言ってるやし、し何のクッションも挟まず言ってるやしあでも 元気なお子さんやねえと最近頑張って練習してはる楽器上手やねえわがどちらもおいお前んちの楽器がうるせえぞという意味なのは現在でも本当だと思います <laughs> じゃやっぱり本当にしい <laughs> お茶漬けは違うけど元気なお子さんやねえわやっぱうるさいなこの笑顔静かな差し入れっていうことなんですね、はあ、ね京都の人こんななんでしょううん バカですねと <laughs> これ一番切れ味ありますよ <laughs> タイトル「国際通りで突然」面相例「メンソーバおばあの手作りのサーターあんだき食べたらいいさ」と渡してくるみたいなレベルでありえないえもしかしている <laughs> はい、いるはずよこんな人は国際通りでうん。 わらばに関しては、本当っていうことですよ。静かにさせてくださいよ。元気なお子さんやね、もう赤信号ですよ。うん。皆様こんにちは、レモンハートです。こんにちは。アンサー日、手間をかけません。几帳面でもないし、雑な性格でもありませんので。これを作る時だけというぐらいですかね。はい。うん。これなんっすか。P. S. 今週のアンケート予想。 何をアンケートでやるかってこと8月8日あなたの好きな OTB かっこ富士系の番組は8月9日長崎に行ったことありますかあこれは9日はね長崎の原爆のあれですからね 8288OTB の番組はうん一応は他局ではありますからね同じ会社ではないのでねうーん。 テレビでラジオのラジオでテレビの話するかっていう話もありますからね、うん。はい、ありがとうございますい。もうこの時点で、うちのディレクタープレッシャーっすよ。八八 <laughs> に何かかけてやるんでしょっつって、どうすんの、明日どうすんの、見てる、<laughs> おい、見てるよ。今、レモンハートさんのアンケートの紙シャメトトン。<laughs> <laughs>